はい、どうも。今回ですね、監視砦に馬宿を作る方法を解説します。で、監視砦のまずは南に行きます。ここですね、ここに行きます。で、監視砦の南の門にこの2人がいるので、この左の人に話をかけます。で、そうするとこの急斜の上のこの部分が欠けてるので、この落ちている板をウルトラハンドで持って、この欠けているところに置きます。で、そうするとちょっと待ってください。で、置くとこんな感じになります。桂田が馬宿を作ってくれます。で、これで監視砦に馬宿ができました。で、馬宿を使う方法は、この右にいるレスというおじいさんに話をかけると、馬を登録したり連れ出すことができます。はい、というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。